はい、こんにちは。純米酒専門屋田新宿三丁目店の斉明です。本日もご視聴よろしくお願いいたします。本日はですね、皆さんも1回2回、ね、悩まれたことがあるかもしれませんけども、日本酒の保管方法ですね。日本酒を買ったはいいんですけども、どうやって保管しようか、どうすると、ね、いいんだろうかね、早く飲まないといけないのかいい、ね、それとも寝かせておいてもいいのか、そしてですね、一番の問題はこうお酒を開けた後ですね、回線した後にどうすればいいのと、ね、そんなことをちょっと今日はお話をしたいと思います。で、まずは回線前についてですね、買ったお酒どうしてますかということなんですけども、これはですね、日本酒に関しては基本的に注意すべき点は3つですね。まず1つ目、これはですね、絶対に忘れてはいけない点なんですけども、日光に当てないということですね。直射日光、紫外線にね、非常にこう、日本酒というのは弱いですので、味も香りもね、変化してしまいますので、そこはね、ぜひご注意をください。で、そして二つ目ですね。二つ目は温度変化ですね。温度がこう、急激に上がったり、下がったりということで、温度変化が大きいところには置かない方がいいです。はい。温度が上がって下がるときにですね、実は熟成って進むんですね。ですので、温度変化というのはなるべくこう一定のところ、冷蔵庫の中ならずっと冷蔵庫とか、常温ならずっと常温の方がね、室温ですね、いいのかなと思います。そしてもう一つは振動ですね、こう揺れることですね。あまりこうね、常に揺れるってことはないと思うんですけども、例えば冷酒を買ってきて、冷蔵庫でね、保管する方多いと思うんですが、例えばですね、戸袋に入れるとですね、開け閉め非常に多いので、その時に日本酒って揺れるので、それもですね、変化の速さにつながっていきます。ですので、直射日光に当てない、温度変化に気をつける、そして振動に気をつける。この3つがですね、まず回線前の注意事項として挙げられるのではないかと思います。で、どういったお酒、常温で置いていいのかということなんですけども、一般的にはこう熟成酒とかですね、肝造り、山灰造りというような味のコシのしっかりしたお酒、ね、お米をこうあんまり磨いてないような純米酒とか、そういったものに関しては、日光に当てなければですね、室温で保管していただくのもいいんじゃないかなと思います。室温で保管することで味がね、こうぐっと伸びていくお酒もございますので、そこはね、楽しんでいただければいいのかなと。で、冷蔵ですね、冷蔵に関しましては、一般的にはこう生酒とか、ね、生酒はやはりいろんなものがまだね活動している状態ですので、冷蔵で保管した方が品質の安定というのはね、測れると思います。それから、純米大吟醸とかですね、純米吟醸のように、どちらかというと味が繊細なものに関しても、冷蔵で保管されるのがおすすめと言えると思います。はい。で、そしてですね、今度はじゃあ、飲み始めてね、開けちゃいましたよと。でもよほどね、四合のお酒飲みでない限りですね、一升瓶ですとか四合瓶を一日で飲み切るということはね、あまりないと思います。で、残ったお酒をどうやって保管するかについてなんですけども、冷蔵でね、保管するのがね、一般的なのかなと思います。で、個人的にお勧めしているのはですね、小瓶に移すですね。小さい容器に移して保管するというのがお勧めです。どういうことかというと、例えばこういったね、瓶ですね。これ私も使っている瓶なんですけども、これで200ミリ、日本酒が入ります。で、ポイントはですね、この辺の半分ぐらい入れるのではなくて、こう首のところですね、極力、表面積が狭くなるように、目いっぱいね、入れてキャップをしてください。そうするとですね、酸化をね、遅らせることができます。例えば、一升瓶でじゃあ保管しますと。で、これがですね、半分、例えばじゃあこの辺まで減ってですね、保管しておくと、やはりこうその分、空気に触れる面積多いんですね。当然こう酸化のね、影響を強く受けやすくなりますので、もし家にね、100均とかでも売ってるので、こういった小瓶にですね、移して保管していただくと、冷蔵庫の場所も取りませんし、奥さんとか旦那さんにね、こんな邪魔よと怒られずにね、済むのではないかと思います。他にもですね、そのまま瓶で保管したりとか、あとはこういう、バキュバンですね。ちょっとうちでも使ってるような、こういうね、空気を抜く、ね、そういう装置があります。はい。これね、空気が抜けるんですよ、電動で。
で、まあ、こういった、空気を抜いて保管するのも一つありだと思います。まあ、ただですね、例えばフルーティーなお酒とかを保管するときに、これね、空気抜きすぎるとですね、香りの成分も抜けていってしまうので、あまりまあやりすぎはね、よろしくないのかなと思いますけども。まあそのようにですね、開けたお酒に関しては、こういった小瓶で保管するということをね、私はお勧めいたしますので、ぜひね、参考にしてみてください。はい、というわけでですね、本日は、開けたお酒はどうするのということでですね、少しお話をさせていただきましたので、ご参考になりましたらですね、いいねボタンをお願いいたします。はい、それでは本日もご視聴よろしく、はい、ありがとうございました。